はい、どうもスキルスーパーリメイカーズオンライン対戦やっていきたいと思います。この動画はですね、皆様の応援で成り立っております。ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。団結相撲大会、勝った人だけプレゼント、ありがとう。さあ行きましょう。団結の何やったっけ、相撲いいでしょう。やってやろうじゃねえか。トーナメント制ですね。始まるぞ。よいしょ。さあマリオ間に合わない。これはスタート、マリオ間に合わないです。さあ対戦相手がいないチャンス、急ごう。よいしょ。お前には気絶してもらうぞ。いや、もしくは仲間に来てもらおう。よいしょ、仲間に、マリオお前を仲間に授けさせてもらうぜ。よいしょ、行こうぜ。よーし、2人チームで行った方が絶対強いからな、こんなもん。2人チームで行くというか頭脳戦で行く。悪い技やけど悪いな、チーム戦に持ち込むっていう、ね、さあ行こう。おっしゃ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 、てか青い人までお前参加できてまうやんけ誰やこのコース作ったやつ青い人さ、来た青い人来た青い人来た、おかしいおかしい話がおかしい、こいつらこいつらてかコースめちゃくちゃやってることが。よっしゃー、勝ちました。なにこれやばい、うい、残念残念、通しませんよじゃあねーひどすぎるこのコースは、さすがにくっそ楽しいねんけど俺だけめっちゃいい思いしてるっていう楽しすぎ、うわっ、よいしょー、オッケー、晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なんね、昼飯、アコールドウィンテー、アコールドウィンテーです。スタート。アイテムなし。さあ、子猫ちゃんどうする俺ら。ナイス。ゴー。よし、助けてあげるからね。子猫ちゃん危なかったけど、ちゃんと助けてあげたから俺。ダービル戦連打、容赦のない攻撃を加える。もちろん登ってこようもんならもうパンチだよ。登ってこようものならば悪いけど心鬼にして戦うしかない。もう一見可愛らしい仲間たちに見えるんですが、もう心鬼にせなあかん、やっぱりみんなでバトルって。よし、グーで、これを持っていっても意味ないな。なんで持っていこうとしてんの。さあ、これはこちらですね。カッコン。さあ、さすがにギブアップアーズも入る。ボス戦っぽいな、これ。生。貫通で。よし。さあ、独走状態。オッケー、ありがとうございます。マットハウス。始まりますよ、ルイージです。マッタフス、なんやこれ、はなんやこれ、あ、これ通信エラーになるんちゃう、下手したら。なんやこれ、俺誰やったっけ俺誰やったっけ、これ通信エラーになるよな、確か。あの、これ、あの処理落ちすんねん。そうそうそう、これ通信エラーになるんですよね。ミステリーマウンテン、さあミステリー見てです。スタート。なんかこの形見たことあるよな。さあ、青いとそのジャンプをしているということは隙を与えるということですよ。さあ、逃げます。青いとの圧かけ論になるんですが、俺の逃げも逆に後続へ圧かけるという特殊能力がありますから。やばい、あいつ逃がしたみたいな感じで、逆に後続慌てるんですね。俺の特殊能力で。なので、こうやってほら、前期で言ってたでしょ。俺が逃げたら逆に後続圧かけ論になるっていう。逆理論。画面。さあ、画面です。スタート。おっと、まあ、食らうわな。でも、この間を勝ち割れる人間っていうのは限られていて、実は。ほっ、戻ろう、戻ろう。戻ろう。これあかんで、ほんま。制作上隠しゴールあってもおかしくないけど、あかんよ、これ。子猫ちゃん、申し訳ないけど、気絶してくれ、俺のために。よいしょー無理や言うねん。制作者隠しゴールやろ、こんなん。探したろ。ないわ。
マグマンネン来てるって。うわ、厳しい。無理や、助けてくれ。無理や、これ猫と。もう面白いけどな。さあベルくれ、ベル、ベルズレ9個。いやーこれ青いと突破すんのか。あー、突破すんな、人が楽しんでんのに。お前2-1。あ、バリボー、バレーボール性ですね。要するに2-1のバリーボール、先行争いで決まってしまうが、ただ気絶が怖いという意味、いう意味でゆっくりいきます。うわー、自分勝手やぞ。しゃあないな、行くしかねえや。もういっちまおう。ほっ、なんだこれ、助けてください。なんやこれ。あ、ゴールされる。ドロッパー、さあドロッパーズ、この間から頭借りる人おるんだよ、たまに悪い人。あー無理か、成立せず。オッケー、まあドロッパーやから降りていくステージだと思うんで、青い人上空打ち上げていきましょう。なるほど、これか、矢印ドロッパーね。楽しいよ。さあフリオ、大丈夫か、ずれたか、スイーン。さあサイドチェンジ。さあ斜め生返し込み、楽しいよ。どこ行くねん。あ、ここか。ほい、きたー、中間で、こっから何や、難しい部分が来るからもしれないせい、言えてないな。うわーこれ絶対むずいやん、幅が。うっ、危ねえ。うわ、ウィンウィンか。あ、これは矢印がないの難しいな。で、こっち、こっち。あんまり大外に振りすぎたら負けるような。お、こっち受けてくれ。よし、一発クリアなるか。オッケー、よいしょー。で、これは、あ、びっくりした。もうこれで気絶やったら泣きそうよ。マッシュルームホピン、マッシュルームホッパー、スタート。さあ、一番手です。逃げていくマリオです。さあ、後続から連絡は大きくならないタイプか。であれば了解です。上から高度保ってね。落ちないような立ち回り。行こう。オッケー、ナイス。さあ、子猫ちゃん。あかんか。子猫ちゃん。これとしてはめちゃめちゃ嬉しい。あ、ね。左右へ大冒険です。大冒険制です。スタートー。さあ、このコースは長いよ。皆さん。覚悟はお持ちですか？お持ちをお持ちですか？行きましょう。さあ、体力勝負になりますから。体力測定に値します。行こう。マリオ、お前はもう、お前はもう、諦めろ。あ、なあ。ここはもう諦めとけ。多分、勝ち目ないから。初めから諦めたが。よいしょ。オッケー。早い段階でもう、気絶とかいう戦法に切り替えてくれても全然いいんやで。オッケー、危ない、よし、よーし、アドバンテージを提示、逃げていきます。このコ、うわ、マリオ来たか。このコースはスタミナ勝負、体力戦になりますんでね。ほっ、さあマリオ来てくれたな、ありがとう。動画を盛り上げるために先行させますって言って、あの負けの言い訳です。ミスター言い訳。なるほど、こういうタイプね、おもろいやんか。ご苦労ご苦労、協力しよう。ほい、よいしょ、おい、あー、やばい、マリオお前どいとけよ。まあ面白くないそうですね、ゲームの内容自体は。マリオお前なんや、喧嘩売るつもりか。ふっ、なんやあいつ、噛み合いがいいやつもおるもんやな。あいつ無償降臨か、俺も乗せてくれ、これでいいか。多少先行される分には全然問題ないかなと思うんですけどね。ほ、オッケーオッケー、これぐらいのリードならまだ全然、うん、逆に面白くなった、楽しなったよね、逆に見応えがある。ほら、そこにおるから。ちょ待って、慌てんな、慌てすぎてんな。通った、マリオも通ってしまってる、通った、マリオも通ってる、うまいやつもおるもんやな。いいでしょう。ここでちょっと差を広げます。ゴー。で、今度は降りるんやったっけ？さあ、降り降りしてか。ここ間狙おうか。間狙って。マリオ来たな、ついに。これが何や、竜巻か。こ
こだまり追いついちゃうなこれ。ぽよーん、こっち流し込んでいって間割る。よし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 、さあマリオがどんだけ預けてくるかやな。ここの間狙いたい。間、よし、オッケー。上空誘拐だけやめてくれ。オッケー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 、真ん中に寄せて、オッケー。さあラストチャレンジです。やばい、これが苦手なんだよな。うわマリオ、お前圧かけるつもりか。やめてくれよマリオ、分かってんな。うわあマリオ、お前ってやつはさ、分かってるよね。やめてな。よいしょ、やめてな。マリオ、分かってるよな。なあ、このまま1時間ぐらい、小1時間こうやってやること分かってるよね。ちょ、マジで乗られへん、銀にすら。やばいやばい、やばいやばいやばい、やめてくれ。ほんまに行くな。ほんまに行くんじゃねえぞからな。やめてな。よし、落ち着け。行け。うわー。面白いシャンシャン。ピース。グザ・グレート・ピラミッド・エスケープ。始まるようです。ルイージです。うわぁ、ギデザニのレースコース。ルイージ、ルイタジはさあ、さあ、ギデザニ独自するか。いや、なぜギデザニがゼロ、こんなことがあるのか。マリオギデザニしてんな。よいしょ、この子ちゃんも同じ動き。届いてくれ。なんで俺クラウンそこで。ほっ、いや、ちょうど小柄になったというメリットがある。ルイージさ、最高。気絶したらごめんなさいね。ほっ、この子ちゃん大丈夫か。ふっ、ハコン。ウィッチワン、さあウィッチワンです。なにこれ、どっちが重いとか軽いとかやんな、多分。あ、でかい方がっていう話？問題線やな。重い方や、多分。重い方選ぶんや。ほら。ブラックパックンと、あ、ブラックパックンの重いよ。うん。行こうぜ。あいついたずら好きか！なんでなん、あいつら。重たい方選ぶねんで。よいしょ。こっちです。最高。で、次が？ハ、ノットハードモード。ハードモード。しまった。やばい。行こう。なになになに。ん？空中にと、これ空中によ、どう見ても。ん？もうだから分からへんやろうが。ちょ、ほんまやめろって、その、どっちが矢印か分からへんくなったやろうが。ほんまやめてほしいよ、それ。あの、空中にの重いの分かってんのに、どっちが矢印か分からへんやんけ、それされたら。赤赤赤、こっちや。お、そうやん。そういうことやん。行こう。んで？ルイージどこ行くつもりやろ？捕まえようか。オッケー、捕まえた。危なかった。あとは後続が押せばいいから。後続が押すまで待とう。ほっ。捕まえるぞ。よいしょ。花火大会だ。ほっ。やばい。よっしゃ、行こう。ゴール来い。起きたにしろ。あかんか。諦めない。うわあ、持ち上げろ。よいしょー、どっちだ。パッシブルパス、フグ万年。さあ万年筆倒してからゴールですね。パッシブルパス、スタート。さあ万年筆をどうやって倒すか。お、条件出してたやつがおるぞ。捕まえろ。生かすな。これだけの対決や。あ、おいと逃げたぞ、ルイージ捕まえろよ。バスバトル、さあボスバトル戦。危ないと言っていいでしょう。さあモート倒さなくかどうか分からへんからな。でかいモートがおるってことは倒さないってことや。終わりか。もっとクーパーとか OK。 おっしゃ、ナイス。もっと出せ。どうしていいんだせ、もうオッケー。なんか買ったけど。これもしかして制作上隠しゴールが正解ちゃう、もしかして。あ、違う、上から来んのか、普通。多分上にドカンあんねや、これ。
サンドワールド4。サンドワールドです。ルイージたち、おしょ。さあ、あかんで、ちゃんとこれピーピーピーでいかんと。自分勝手。手と手触れ合う瞬間に優しい風が頬を撫でてゆく。高鳴るこの鼓動の一瞬、永遠にできるのは記憶だけ。星空が月を浮かべている。海は憂い揺れて。やってやろうじゃねえの。白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく。愛に包まれてゆく。月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっとそばにいるよ。スノーミテイ。さあ、スノーミテイです。スタート。さあ、おっと、なんか下から叩かれたからスピード出なかったね。なら一旦緩めるしかねえんだよなこれ。さあ、ルイージ拒絶して、青い人の逃げ、相手がチャリ講座行こう。あいつ自分勝手に、オッケー。自分勝手にあの提出しようぜってたんで氷を。そういう悪いやつはそうなる運命や。来いよマリオ。ほら、よいしょ。うわー、あぶねえ。よし、あのマリオがさ、そう小さい状態で来たらもうあそこで雪玉落としても勝負決着させようと思ったんですけど、マリオフラワー状態で来るからびっくりするわ。ほ、どっから生産してきたんや。よし、これちょっとちゃんと持っとこう。マリオにぶつけてあげたら喜ぶやろ。いけいけいけ、前段放出。嫌やろうな。ほ、よし、オッケー。マリオいなくなっちゃったってことはやっぱ聞いたんや、あの雪玉が。さあ、今度はでかい雪玉転がしていきますよ。何これ。お、うい。さあ、ここ墜落したらもう笑いもんよ。ほ、え、怖いな。笑いもんだけは避けたい。よし、行こう。加速加速。よし、楽しいです。ありがとうございます。決まりましたね。よし。俺としてはめちゃめちゃ嬉しい。あ、ね。